白米と納豆とおかずがサラダ、あとサラダがあって、おかずがシューマイと豆腐ハンバーグと、はい、なんかピーマンの肉詰め の, あのミートソースバージョンみたいな、なんかピーマンが半分に切ってあって、はい、中にミートソースがあって、はい、その上にあのチーズが引いてあってトロトロになってて、めちゃくちゃ美味しかったです。ニューメニューですか、もしかして？これはそうです、新しい。お母さん？妹です。私以外料理するんですけど私はもうずっと一生食べる専門で行きます一生そうなんですか。昨日は撮影があって、はい、撮影の途中になんかアボカドのペーストを塗った、はい、あのトーストの上になんかこうピクルスとか乗ってる感じのものを完食でいただいた後に、はい、お家に帰って、あのお母さんが作ってくれた生姜焼きと、はい、あとグラタン？ただ食べました。ママありがとう、いつも。あとあのお母さんの料理写真撮ってきてください。あ、そうだ、忘れてた。お母さんの唐揚げ美味しかったよ、この間。ありがとうね。そうですね、美味しいです。昨日はカツ丼を食べました。お、作ったのかい？昨日はあのスーパーのお弁当です。あ、でもシャギタンの家の近所に美味しいスーパーある言ってたもんね。はい、なんていうスーパーな？声優です。あ、声優、はい、あ、声優、あ、そうなんや。昨日はカツ丼だけですね。あ、そうなんですね。あ、わかりました。ありがとうございます。昨日は珍しく食べました。最近めっちゃハマってんのが吉野家さんのあのライザップ牛丼みたいな。わかります？あ、わかります。あれマジ美味しいし、ヘルシーやし、あれにハマって夜ちょっと炭水化物抜く時用に食べてます。はい、え、ライザップ牛丼いうのは炭水化物入ってないんですか？入ってるかも。嘘つきました。入ってるかもしれない。どんなやつなの？なんか下にあのご飯の代わりにキャベツ敷かれてて、でその上に吉野家さんのいつもの牛、はい、と、はいはい、あと鶏と鶏も入ってるんですよ。鶏とあとブロッコリーと、はい、アボカドとエビが入ってて、はい、そこにゆで卵を流し込んでドレッシングであえて食べるみたいな。まあ、パッと見はでも少なそうに見えるんですけど、やっぱお腹に溜まりやすいから1個で十分、私でも足ります。私結構食べますけど足ります。肉じゃが4人前ぐらい食べてる。そういう女なんで全然いけます。いや、あんま痛くないんですけど、ラーメン食べました。あ、いいじゃないですか。家系の。おお、なかなかでもパンチありますね。近所に家系のラーメン屋があるんですか？そうなんです。あ、やばいですね。そうなんですよ。でご飯もおかわりしないようにさすがにおかわりはやめようと思って。なるほど、ご飯ついてますもんね。もう金口さんにも言われてますので、できれば小盛りと言いたいんですけど。あ、はいはい、どうしても普通のサイズ。あ、なるほど。結構濃いめのラーメン屋さんなので、もう全部標準にして食べるんですけど、結構こってりめで、はいはい、でもなんかお野菜とかも入ってるので、なんか野菜も取れるしっていうわけ。バタークッキーと鵜の花、あの鵜の花すごい好きでよく食べる、作って食べるんですけど。え、作るの？はい、鵜の花は生おからと、はい、人参と揚げと鶏煮込むだけ。あ、そう、すごい簡単だし、あのヘルシーなんですけど、はいはい、お腹にめっちゃ止まるんですよ。あ、そうなんですか。で、いっぱい好きだから食べてると、はいはい、どんどんお腹が膨れて、はい、結構お腹いっぱいになっちゃって、はい、だけど甘いものも食べたいので家にあるバタークッキーを。はいはい、すごいですね。ウノハナ作るって初めて聞いてました。まさか昨日の晩ご飯聞かれると思わなかった。今日に限って。普段はもっとちゃんと食事してます。間違いされる。でもあのウノハナを手作りする人ってすごい尊敬します。本当ですか？はい、本当に安くて簡単に、
の晩ご飯、はい、カレーです。ほう、実家ですか？実家です。今日は実家なんですけど、自分で作りました。あ、そうなんですか、はい、超普通の一般庶民カレー作りました。ビーフカレー、なんか豚肉です。あ、ポークポーク、ポーク。結構辛口なんですか？そうですね。あ、ルーは家にあったので適当に入れて作りました。辛いのいける方なんですか？ハヤシライスです。自分で作った？あ、自分で作りました。はい、結構自炊はする方なんですか？そうですね、週の半分ぐらいはします。なんか得意料理ってあります？得意料理は豚汁とポテトサラダです。なんかどっちも手間かかりそうですね。あ、でも意外とジャッとできます。豚汁はちょっとめんどくさい。どっちも結構美味しいんですね。美味しいはずありがとうございます。晩ご飯はコロッケと、あとなんか大根の煮物食べました、はい、実家暮らしなんで料理全然しないんですよ。そうですか。お母さんが作ってくれたやつをおばあちゃんたちと住んでるんで、はい、みんなで食べました。すっごいなんか久しぶりに煮物食べたんで、はい、美味しかった美味しかったですか？美味しかった。よろしくお願いします。お願いします。マユチューブ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。密着してる原口さん、密着してる。今日は何と水谷さんと名古屋さんがすごい障害物ちょっと前を向いて踊ったりとか見っこそうやって私の人生を変えた格言。よーい、はい、バイクラブダンサー時代の女性のお客さんです。お前な、その前に意味ないねんだからダンサーとしてなんかダンサーちゃうやんむせよ。もしもーし、みひろか。ピッ、あ、電話占い言わずの聞いてください。変な相談。今週占っていただくのは電話占いユアーズ春人先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生。私が占ってほしいのはズバリ恋愛運です。ドラマ見てて、胸キュンのドラマ見てて、ちょっと恋いいなって思っちゃって。うん、でもや、あの彼氏とか行ったことないし。ヒップリムシではいいの？オッケーの？あ、じゃあレプス。レプスレプス。レプスレプス。レプスレプス何も言われてないんですか？あ、そうなんだ。うん、自由なの？自由なんだね。自由なのかもしれないんですけど、はい、胸キュンできるかな今年みたいな。なるほど。はい。プロの作家とは書くことをやめなかったアマチュアのことである。うん、多分ネットですげー調べたんだろうな。どこで出会った格言ですかこれは？いやでも実際ネットなのは間違いないです。未来のスターを発掘せよ。神話クリニックプレゼンツ第3回食毛グランプリ。どうもどうもりょうちゃんと村上で一本やりです。お願いします。お願いします。みんなって、うん、どのタイミングでキスしてんの？おー気持ち悪っ。ちなみにさ、なんか理想のシチュエーションみたいな、このタイミングかなみたいなのはあったりするの？二人の会話が止まった時、その瞬間にズドーン。音ちょっとおかしいけどね。ドワーン爆発しちゃってっから。迷う中じゃん。明日はきっといい日になるです。出た。いいですね。うまくいってます。今のとこないんかい。感触感触ゼロ。朝起きて俺の顔見るなり、うっせぇうっせぇうっせぇわおい何人情されてんねん。はい、うん、目が
死んでるところが好き。なんか目って死んでていいんだな。あかん、目死んでたらダメなのよ。すごいいい職業だなって思う。迷う中。